ガジェットウェアをご覧の皆様、こんにちは。ダイヤモンド社の久我と申します。よろしくお願いします。本日、皆さんにご紹介する本は「ザ・ゴール」という本です。この本は今から10年前に日本で出版した本なんですが、実はこの本がアメリカで出版されたのはそこから17年前、今から四半世紀以上前になります1984年のことでした。アメリカでは常にベストセラーに名を連ね、多くの大学やビジネススクールなどでですね、皆さん読んで勉強されていて、日本から当然関係のオファーを出したんですが、著者の意向により出版が日本では許されなかったといういわくつきの本です。どうしてかというとですね、1984年当時の日本というのは飛ぶ鳥を落とす勢いの国でした。そこで、著者のゴールドラット博士はですね、部分最適に一番優れている日本人にこの手法を教えてしまったら、全体最適をますます伸ばしてしまい、貿易不均衡が増長するのではないかということで、日本での出版を許さなかったという本です。ところがだんだん日本の国力が落ちてきて、2001年に、この本がやっと出せるようになったという、そういうエピソードのある本です。おかげさまで発行以来10年間いろんな方に読んでいただきました。で、簡単に言いますと、内容はある工場の採算悪化を理由にですね、工場長が何とかして立て直そうというふうに奮闘努力するお話です。で、やはりその3ヶ月間しか余裕はなかったもんですから、なかなか再建というのは難しいということで諦めかけたんですが、ある日、大学時代の恩師のジョナという、博士と、空港で会いまして、そこでいろんな、ヒントをジョナから授けてもらって、それを自分たちで解決していって、見事工場を、立て直すというストーリーです。TOC というものを簡単に説明しますとですね、ボトルネックという、制約となっているところを1箇所に集中し管理することによって全体のパフォーマンスを改善しようという、理論です。そういう難しいことはさておきですね、主人公と一緒にジョナからの、ヒントをもとに、一緒にその推理ハラハラドキドキストーリーを読み進めているうちに、その、TOC というものが何だか分かるような、ストーリー展開になっています。このように実は厚い本です。ところが、560ページほどあるんですけど、すらすら楽しく読める本です。ぜひこの厚さに負けずに、読みこなしてください。主人公のアレックス・ロゴという、工場長が勤めている、工場のですね、パフォーマンスが非常に悪くなりまして、本社から3ヶ月以内に改善しないと工場を閉鎖するというふうに告げられます。そこで、工場長のアレックスは、途方に暮れるわけなんですが、ある日空港で、偶然にも大学時代の恩師ジョナと再会をします。そしてジョナに、相談するところ、いろいろなヒントを授けられました。それをもとに、自分たちで考えて、仲間と相談し、だんだんそのヒントをもとに、その謎に、挑戦していって見事に、工場を立て直すというストーリーです。先ほども言いましたようにすごい分厚い本ですけど、すらすら読めますので、ぜひ、皆さんも読んでいただければというふうに思っています。これまでですね、多くの読者の方からですね、感想や、いろんな意見をいただきました。その中で、印象に残る、コメントを寄せてくれた人はですね、なんと小学校6年生の子どもさんから「とても勉強になりました」という嬉しいお便りをいただいたことを今でもよく覚えています。その他にもですね、元メジャーリーガーの長谷川茂俊投手が2003年にオールスターに出場した際に、試合前ロッカールームで読んでたのが「ザ・ゴール」だということをご本人からお聞きしました。このようにいろんな方々に読んでいただいています。ぜひ皆さんも読んでいただければというふうに思っています。ぜひよろしくお願いします。